佐渡の金山の世界遺産登録を見据え、佐渡市と新潟市が新たな協定を結びました。協定の締結式には佐渡市の渡辺市長と新潟市の中原市長が出席しました。佐渡市と新潟市は2008年に誘客に向けた連携協定をすでに結んでいますが、佐渡の金山の世界遺産登録が決まった際に訪れる人が増えることを見据え、新たに協定を結びました。佐渡市だけでは宿泊施設や市内の移動手段に限りがあることなどから、連携して佐渡・新潟エリアを回遊してもらう仕組みを作っていくということです。おもてなしということがしっかりできればですね、必ずリピーターになって、満足していただけるというふうに思いますので、その一スタートが切れたというのは本当に嬉しい。佐渡市と新潟市は今後 JR とも連携して新たに旅行商品を作るなど、誘客を進めていきたいとしています。